マロさん、武井さんはじめまして、今年で36歳になるんですが、未経験でエンジニアとして IT 業界に転職しようとしてるんですが、書類選考がまず通らず、面接に行ってもすぐ年齢のことを聞かれます。年齢なんて飾りしてしかないと思うのですが、周りがものすごく年齢を気にしてきます。実際仕事の時はあの人は何歳だからこれ頼もうとかないとか、ないと思うのですが、なぜここまでみんなが異常に年齢を気にするのでしょうか。わかんねえ。わかんねえ。どうなんだろうな。どうなんだろうな。36歳、どうなんだろうな。もうちょっと長く働いてもらえる人を探したいっていうことなのかもしれないな。わかんないよ、そんなの。その会社の人じゃないんだからね。まあでも年齢を気にするっていうか、でも、なんつうの、年齢、年齢を制限したりとかさ、なんか職務だからさ、年齢である程度、みたいなことを決めるのは、そんな悪いことでもないと思うんだけどな。まあな、でももう自分でやった方がいいんじゃない？どっかに転職しようとか。会社に雇われて給料をもらおうってより、自分でそこに不満があってさ、年齢気にするなよ、俺能力あるんだからって言うんだったら、自分で仕事取って自分で仕事すりゃいいんじゃないって俺は思うんだけど。雇ってもらうならね、やっぱりある程度相手の、なんだろう、要望は当然あるだろうからな、とは思うんだよな。全部こっちの思う通りにはならないだろうな、と思うよね。金払うの向こうなんだし。どうだろうな。そういうこと言わない会社を探すか。もしくは自分でやったらいいんじゃないと思うけど。仕事が自分にはないから、人から仕事をもらってお金をもらうのに、でも向こうの採用条件は気に食わないってことでしょ。だったら、お金がない間は、仕事がない間は我慢して、自分で仕事取って、人に文句言われない環境を作ったらいいんじゃない？自分で会社でも立ち上げたらいいと思うよ、俺は。最初はグー、じゃんけん、ほい。勝ったかどうかが分かんないからできないな。